悪いけど君に構ってはいられない。突破させてもらうよ。マキナと遊んでくれないってことですか？ひどいです。マキナ泣いちゃうですよ。でも泣いててもどうにもならないから、やっぱり遊ぶことにするです。お兄ちゃんが嫌だって言ってもボロボロになるまで遊び尽くしてあげるです。どう偉いのに好かれてはるな、カナブン。ご愁傷さま。そこのエッチなお姉さんも人ごとみたいに言ったらダメですよ。お兄ちゃんもエッチなお姉ちゃんも、かこつけのお兄ちゃんもエッチじゃないお姉ちゃんも、みんなみんなマキナと遊ぶでさ。エッチじゃないお姉ちゃん、なんか悪意がない？いや、多分ないと思うよ。きっとないってば。やりましょう、カナタ。この子には大人の恐ろしさを教えてあげなくてはならないわ。戦うために生まれた人形は、戦える限りは何度でも立ち上がる。至極当然でしょう。貴様、フォルテ！やっほー、お元気そうで何よりってね。どうも、おおきに。そっちはいやらしい顔揃えてどないした？キャスク様はあなたたちを逃がさないとおっしゃった。ならば我々がその足を止めるまでです。ようやるわ。その神様にしばかれてはったくせに。攻撃を受けたことか？関係ないよ、そんなの。神が我々をどう思うかなどどうでもいい。神の寵愛を求めるなどあまりにも恐れ多い。愛されずとも疎まれようとも神のために尽くす。それが神の使となりってね。さあやるんだ、マキナ。神のために壊れるまで働き続けろ。マキナはお兄ちゃんと遊べるならそれでいいです。次は何して遊ぼっか、お兄ちゃん。見た目の割に丈夫な子やな。相手してたらキリないわ。ああ、ここはうまくやり過ごすぞ。見て、あそこに狭いけど通れそうな場所がある。一気に駆け抜ければ。迷ってる時間はなさそうだね。行こう。またそうやってマキナをのけものにするですね。いじめはダメですよ。そういうことするとこうです。執行者挟まれた。戦うしか。ずっくまいか。目的はあくまで撤退だ。突破口を開いたらすぐに走るぞ。うん、分かってる。待ってよ、お兄ちゃん。どうしてあんなに元気なの？人形とアシッドたちは言っていたな。疲れという概念がないのかもしれない。なるほど。てっきり若いから疲れ知らずなんやと思ってたわ。もっともっと遊ぼうよ。なんとか地上には出られたか。だが、お兄ちゃん、待ってくださいですよ。まだ追ってくる。振り返るな。前を向いて走れ。うんうん、前向きなのは素晴らしいことだよね。感心感心。は？どっから出てきた？必死に逃げ回るネズミの先回りなど造作もありませんよ。計られたか。マキナに気を取られすぎた。神が裁くと決めた以上、裁かれるのがあなたたちの運命。諦めろってね。イジス。ああ、こうなった以上ここでこいつらと決着をつける。迅速に撃破し
キャスクのいるこの町から離れるぞ。多分無理だと思うな。キャスク、もう追いついてきた。でも、じゃあビシャスは、ビシャスはどうしたの？あー、ドガオに、やっぱさ、あれだったね。大したことなかったね。